はいらないの？ビール飲めないんですよ。あ、そうなんだ。飲めないです。お子様です。今じゃ、はい、あ、これ私たちの港も T シャツをもらってください。プレゼントをぜひ来てください。これはね、カラーのやつだから。そう、この辺を作って、いやいや、なんかタモリさんみたいになっちゃう。最高、それやりましょうよ。会長チャンネル、ゴミ箱が、さあ、そこそこ、はいはい、最高ですよね。そうそうです。まず公園にちゃんとベンハウスです。ゴミをなんかちゃんと捨てれる、いいですね。まあ、この便生活味わってます。私はステーキを、やばい、やばい、ステーキ出てきちゃったから、ね、素晴らしい、素晴らしいです。マジパパかっこいい。いや、ほんとそうだと思う。かっこいいよ、ほんと。いやー、なんか嬉しいよ。いや、どんな形でも、やっぱり自分の声聞かなきゃね。うん。うん、いやー、よかった。綺麗な音だった。いや、この生活最高なんですよ。乾杯しますか、じゃあ。あ、乾杯しましょう。これ、これ。はい、乾杯。ストレス。乾杯。出会いに乾杯。うまいし、すぎうまだった、俺じゃない、すぎおいしい。あー、こうやってね。え、なに、これは携帯、パソコンの編集室。ね、自分はね、編集とかしてない。まあ、でもそのまま全然全然、うん、ありあり、編集もしなくても全然いい。そういうまだね、テクニック的なことがちょっとまだ分からなくて、はいはいはい、でもする必要もないと思う、うん、だってもうそのままのだってね、うん、載せててやっぱそれ見たいと思うし、もうなんかね、編集ほとんど、うん、しなくてもなってるもん。私たちも最近してない。最近私もあの文字とか面倒くさい入れてない。音楽とかぐらい、パーフェクトじゃん、いつも、うん、なんか状態も、そう、そのままの状態が結構いい感じになってるから、逆になんかプランとか、そう、テーマとかを作らない方がうまくいく。ああ、なるほど、うん、そのままの自然で、ね、そう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 、そういうことできないんだよ、多分。まあ、昼間からね、ちょっとアルコール入るといいよね。最高です、はい、最高ですね。イエス。もし12時過ぎぐらいになったらミッションデイでインターナショナルたちがバーベキューやるって言ってたから。あ、そうか。あ、紹介したいね。彼たちもカラオケ、外人の子たちの男の子たちで、はいはい、でもすごい日本の文化にすごい興味があって、うん、いつもあのカラオケのマイクを持ち歩いてて、はいはい、もう日本の歌とかめっちゃ歌うの。車の中でカラオケやったり、山口百恵とか歌ったりとか。なるほど、なるほど、面白いよね。パイロットのスタディングしながらね、免許取ったり。そういうのを考えたら日本の文化ってすごいですよね。いや、すごい、本当。私も日本にいた時気づかないんじゃん、こっち来てからやっぱり、あ、日本でよかったとか思う。そうよね、まあ、だから私たちのイベント、うん、日本の文化もやってるしね。そう、しょうがない、しょうがないしかない、しょうがない、しょうがない、しょうがない。こうやって人生って面白いよね、うん、私だから本当にどんなスタイルでもいいと思う、うん、でその罪悪感なしでね。そうで、絶対さ、その人生最悪って思った後には絶対さ、いい、来るよね、いい、もう、そう、それはもう絶対、もうこのためにって感じ、うん、最高じゃん。ああ、いや、考えるよ、ちょっと。ちょっと今ここの空間味わってるもん。考えるし、楽しい。ね、いろいろな形でやり方とか考え方とかっていうのはリミットがないから。そう。でもやっぱり今まではさ、なんかその社会が決めたルールとかがあってさ、それに沿って生きなくちゃいけないとか、
さっきの本当に固定概念もそうじゃないですか、その、はいはい、そうですね、シャンプー使わなくちゃいけないとか、そうしたら嫌だ、なんかね、そう、全てがなんか本当にそうなのかなっていうところに、それぞれ違う、そうそう、体も違うし、考え方も違う、うん、そうそうそう、でやっぱね、自分に聞いた方が一番いいよね、うん、その人じゃないよね、やり方ね、あの何が合うかわからないから、うん、それをいろいろ試してみてね、自分で選ぶのがいいよね、やっぱりあの、うん、トライアウトね、そう、それで何か自分に合ってるかね、そう、でもやっぱ結局自分の責任だからね、うん、その選択もね、そう、 Nobody waste your time、 そう、 Nobody waste your time、 そう、アメリカに10年もいるとかっこいいけど、そうですね。さすがです。そうです。イエーイ、いただきます。このソースもね、あの使ってみてください。はい、世界一美味しいソース。美味しいよ。ソースかみたいな。やばいんだけど、ちょくちょくきますね。まずは食べてみて。やばい。うん。お箸もありましたか。はい、あります。ありました。ナプキンありました。はい、あれも、お手紙もここにあるし。ティッシュ、大丈夫。はい、大丈夫です。私結構もう早いよ、これは。どうぞどうぞ。はい。食べてて。いただきます。はい。いただきます。いい感じに焼けてますね、ケイトさん。私焼けてるね、うん。昨日ブラックビーチ行ったんです。ああ、そうなんだ。あの昨日本当すっごいいっぱいいて。はい、あ、そうなんだ。みんな裸なんだけど。本当にいっぱいいた、あのここ波にいた。あ、そう、あ、お前か、本当にみんな、あ、そうなんだ、それはお餅ですね、餅をこう最高です、最高です、持ち前がいいみたいなね、さすがです、ありがとうございます、さすがです、いただきます、あったかいうちに、はい、ちょっといただいてみてください、世界一美味しいソース、あ、美味しい、なんかこれ、私も食べていただきます、最後はもっと私を見て燃え尽くすようにさよなら、あれこれ飲んじゃう、めっちゃYouTube にアップできないかもよ、女性保険の撮れた、今じゃん、今だったじゃん、録音、え、マジで、うん、もう一回座って、もう一回座って、こんな感じです、こんな感じです、運転して、はい、こっちはね、逆はね、こういう感じ、コーヒー飲みながら、朝ね、いいね、でここでライス、あの後ろ見れるから、カメラがついてるんだって、海、いや最高でしょ、これ結構広いからさ、ほらほら広めに作られてスペースいっぱい、これがけいこちゃん時間、いや最高でしょ、よかったよかった、ポキータ、彼もキッチンがあって、もうこういう生活ですよね。あれ上に、上が寝るとこになってるのかな。そうじゃない、こっから見える風景も、私そのレミックスまた違うのもいいね、
会長ちゃんぽYouTube の名前は USA1 Japan、 あの下にも入れてくれて、はい、よろしくお願いします。 Yes、 また明日、明日ラジオ体操ね、yes。 またありがとうございます最高。